山門本流寺は、京都市上京区にある法華、荘誠門流の総本山。三号は、江江山。達中が八員ある。日神は、妙本寺の比具に指示するが、法華行の解釈について論争があり、妙本寺を出て、本隆寺を建立した。天命の大化により、本堂、祖師堂、宝庫は、消失を免れ、不祥寺という異名を持つ。 無害女第二が悟りを開いたという、千代の意がある。自伝によれば、長京二年、暇により、四条大宮に混流された。なお、同年、六角西の党院に草案として混流され、翌遠徳元年、四条坊上に移ったとする遺説もある。寺は、天文五年、天文北家の乱で消失し、境に避難する。その後、天文十一年、小奈良天皇は、 北紀州期落の臨時を下し、同年、本高氏寺は杉若若狭守屋敷跡の現在地に再建された。現存する本堂は、明暦三年の再建で、入りも屋造り、本河原武器の七間堂である。祖師堂も、本堂と同じ頃の混流と見られる。西陣では、教皇十五年と、天明八年に大化があり、本高氏寺も一部類称した。 天明八年の天明の大化では、西陣一帯が焼け野原となったが、本高市寺の本堂、祖師堂、宝庫は、類承を免れた。このことから、焼けずの寺の別称がある。京都府京都市上京口江公院、五筋上がる門屋町330。ありがとうございます。